ふん、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。おい、お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速、ブルマさんのところに相談。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。すいません、どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。重力室か。どこだったかな。いいもの見つけちゃった。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。
こんにちは。お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。は、はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように。この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。ちょうどいいところに来たわね。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速。僕やっぱりいらない。